恋愛準決勝戦は1951年に制作、公開されたアメリカ映画。スタンリー同年が監督、フレッド・アスターとジェーン・パウェルが兄弟役で主演し、ピーター・ロー・フォードとウィンストン・チャーチルの娘、サラ・チャーチルが共演した。妹役には当初ジューン・アリソンやジュディ・ガーランドが予定されていた。1947年のエリザベス王女と、 マウントバッテン公爵のご成婚に乗じて作られた映画だが、ストーリーは、大筋で1928年に、フレッド・アステア及び、初期のパートナーであった姉のアデル・アステアが、ファニーフェイスを持って、ロンドンに乗り込んだ、際の天末をモチーフとしている。テクニカラー作品として撮影され、アステアのダンスシーンでは一部トリック撮影が、用いられた。2010年現在は、 米国、日本ともにパブリックドメイン作品となっている。恋愛準決勝戦という放題は映画の中でカップルが二組生まれることに由来するが、イメージの湧きづらさから現在ではロイヤルウェディングと現代でソフト化されることもある。なお、イギリスではウェディングベルズの題名で公開されているが、これはドキュメンタリーと間違われないための配慮である。 日本での1956年初公開時には、電波スパイ戦が同時上映された。ピアス、デビット、ホーゴットンフェイセズ、ホワイサムオブアワーチネマ・ヘリテッジ・イズ・パート・オブ・ザ・パブリック・ドメイン。フィルム・ヒストリー・アン・インターナショナル・ジャーナル19-125-43ドイ・10.2979 フィル、2007.19、2.125、一瞬0892から2160、億千五5 1 2万 <www>. 2313 or.、http コロンスラッシュスラッシュ www.jstor.org スラッシュステーブルスラッシュ251654192012年1月5日閲覧。ロイヤルウェディング。2014年2月20日閲覧。 横浜ピカデリー館名のパンフレットナンバー4より、同時公開メトロ映画、世界犯罪シリーズ第一編でエンパスパイセン、パトローリングザアイテールとある。ありがとうございます。